新宿ジョイポリスはかつて東京都渋谷区にあったアミューズメントテーマパークである。新宿ジョイポリスがあった高島屋タイムズスクエア1996年10月4日、新宿駅南口に位置する高島屋タイムズスクエアのオープンに合わせ施設内の10.11階にオープン。同時22階から14階にオープンした 3D 映像劇場の IMAX シアターと合わせて 大型アミューズメント施設として中心に人気を博したが、アミューズメント市場を取り巻く環境変化から年々客足が遠のき、新規にアトラクション導入を図るも開店当時のオペレーション力を欠いたことなどから予想を下回る集客となった。2000年8月31日で営業を終了、閉館した。運営会社のセガエンタープライゼスは閉館に至った理由として、 同社が運営している他のジョイポリスとの競合劇化、高島屋との契約公開がコスト的な面で成立しなかったという2点を挙げた。開店時に当施設が初設置となったものは下記の通り、その他アトラクションは他ジョイポリス、他遊戯施設等にて設置されていた。他、業界初となる大人数で遊べる八角形ホッケーを設置していた。現在、 10階は高島屋に、11階は湯沢屋と、なっている。ありがとうございます。